baby。 今日は天気もいいし、いらないもの片付けますか。よいしょ。お願いします。ゴミの持ち込みですか。はい、いつも持ってきてるんです。ご予約番号は。え、予約番号。6月から土曜日と祝日は予約が必要なんですよ。今日の探しテレビはゴミ搬入予約の話題です。栗山さん、年々増加しているようですね。探し清掃工場へのゴミの直接持ち込みはご覧の通り、特に土曜日と祝日が多くなっています。そこで6月から土曜日と祝日に限り事前予約制となります。その方法は。予約方法は2つ、電話予約とインターネット予約です。電話予約の場合は月曜日から金曜日午前9時から午後4時まで、ゴミの持ち込み予定日の前日までにお電話をお願いします。インターネットの場合は24時間受付、ゴミ持ち込み予定日の前日午後4時で締め切ります。もう予約はできるんですか。6月の持ち込み分は5月6日から受付スタート、6月1日から6月分と新たに7月分の予約受付を開始します。令和3年6月から土曜日と祝日に佐賀市清掃工場および佐賀市清掃工場南部中継所へゴミを直接持ち込む際は予約が必要となります。ご注意ください。でも待ち時間も短くなるし、かえって便利ですね。納得。佐賀市テレビ。